な、なんとかであるべきって、べき論で僕言うことってそんなにないんですけど、ね、あの、なぜこう、お金持ち国家であるべきだっていうふうに読むかっていうと、あの、じゃあ、ガザの人たちが、えー、イスラエルの人たちに、虐殺されていますと。で、その、ロシアがウクライナに、えー、殴り込みをして、ウクライナの人たちを殺しました。で、これが、じゃあなぜ、2020年後半に起きたのか。 っていうと、そのアメリカが他の国に介入しなくなったっていうタイミングと一緒なんですよ。要するにその、あの昔の、そのまあ、僕が昔っていうと、えっとまあ20年前ぐらいの2000年代とかの、そのアメリカがブイブイ忘れてる頃、あの世界の中心のアメリカだよねって言って、やっぱアメリカに投資すると儲かるよねっていうので、アメリカ最高っていう時代が割とずっと通じてたんですよ。 で、その時代というのはアメリカは軍事力が世界最強の国で、で、何らかしらアメリカと全然関係ないところで小競り合いがあったとしても、なぜかアメリカがシャシャリ出てきて、お前らその辺にしとけよとかっていうのをやるんですよ。で、なんか南米でこう麻薬を作ってる国とかが、あの、 が作ってる国になると、なぜか、こう、アメリカの兵隊がバババババーッと来て、そこら辺の政治家ぶち殺して、あ、麻薬反対入って言って帰ってくるみたいな。なので、こう、アメリカに逆らうと、あの、政治家でも殺されるから、基本的に麻薬はやめようよね、みたいな感じで、こう、南米の国が、あの、麻薬をこう、一生懸命、こう、作らないようにするみたいなんですけど、なので、そういう感じで、ある種、その、世界の警察という、おせっかいなことをやっていたんですよ。で、それは、その、おせっかいをやる余裕があったんですよね。 なので、そのおせっかいをやる余裕があるおかげで、その、やっぱ、ちょっと、その、世の中からこれやっちゃダメだよっていうのを言われることをやってしまうと、それアメリカがいきなりぶん殴ってくる,る可能性があるっていう、その、まあ、昭和で行く怖いお父さんだったんですよ。その、基本的には家庭のことには一切関与しないんだけど、なんかそれやっちゃダメだよねっていう時になると、その怖いお父さんが突然できて、すげえ勢いでぶん殴ってきて、もう二度やりませんっていう風うになるっていう、その、 強烈な強さを持つおせっかいな金持ちっていうのがアメリカだったんですよ。で、それがもうやらなくなっちゃったんですよね。そのアフガニスタンに行って勝てなかったとか、そのあの、 イラクに大量破壊兵器があるんだって言ってみて、で、行ってみたらこうなりませんでしたって言って、その、イラクでずるずるとお金がどんどん減ってって、アメリカ人も、別になんか、イラクでなんでアメリカ人が死ななきゃいけないのイラクなんかどうでもよくねっていうので、もうアメリカはアメリカのことを考えようっていうのが始まって、まあトランプ大統領が生まれたりっていうので、で、今もそのアメリカは他の国のことにはあまり関与しないという状態になっちゃったんですよ。 で、それを見越した上で、じゃあ、ロシアがウクライナに攻め込みました。で、ロシアがそのウクライナに攻め込んだ時も、そのバイデン大統領が関与しない、軍事的な関与しないって言っちゃったんですよね。 なので、あ、軍事的な関与しないんだじゃあ行っても大丈夫だよね。っていうところで、ロシアが行って、まあ今の状態になってしまったと。でもそれを見た状態で、じゃあイスラエルも、まあアメリカが弱ってる今のうちだったらガザぶっ潰してもいいんじゃねみたいので、結果として今のその、まあロシアだ、そのロシアウクライナだったり、イスラエルガザだったりというのが、あの、虐殺が起きてると。で、これが、なぜじゃあ起きてるのか。なぜじゃあその前まで、えっ、ー、と2000年代から2022年まで起きなかったのかっていうと、その暴力を振るう、 おせっかいなやつがいたからなんですよ。で、これあんまりこう、あの、皆さん肯定しない人はいると思うんですけど、で、なのでさっきの教育の話をしたんですよ。要するにその、じゃあ学校の先生がいない状態で、何かその教育、その教室の中で物事を話し合いで決めましょうって言ってて、で、その中で、ならず者の腕力が強いやつが、俺が言う通りにしろって言った時に、もうそいつ止められないんですよ。そう、要はみんな同じ平等な強さだから。 でも、その学校の先生がいると、ぶん殴って、お前何やってんだ、ドーンってぶん殴って、そのなんかあの、ならず者のわんぱく君を殴るって止めるっていうのがで,できるんですけど、クラスの中で、その学校の先生がいない状態だと、そのならず者のわんぱく君には誰も勝てなくなって、ならず者のわんぱく君に、そういうのは良くないよって言うんだけど、やりたい放題っていうジャイアン状態になっちゃうんですよね。なので、そのジャイアンと止める先生というのは必ず必要なので,で、そのジャイアンを止める先生というのは、まあ、暴力であると。 で、その、昔はじゃあアメリカという国が先生をやってくれたんだけど、今はもうアメリカは先生をやってくれないので、そのロシアやイスラエルというのがジャイアンになってしまっても、もう止めることができないっていう。 なので、結局、じゃあ、その、ガザーのその虐殺は良くないよねとか、そのロシア・ウクライナ戦争はでそのウクライナ人が死んでしまうの良くないよねっていう人って結構多いんですけど、じゃあそれをどうやって解決するべきなのかっていうと、僕はやっぱりそのアメリカを世界の警察にするしかないと思うんですよ。あの、国連軍は作れないんですよ。まあ、正確に言うと、国連軍は作ったとしても機能しないのはもう確定してるんですよ。 要するにその、ロシアが拒否権というのを持ってるので、なので国連軍を作りました。で、じゃあロシアがウクライナに攻めました。で、じゃあその、ロシアに対して国連軍を派遣しようって言ったら、ロシアが廃、はい、拒否権発動って言って、動けませんってなっちゃうんですよ。で、今回もロシアがウクライナにいろいろやらかしても、国連はやっぱ何もできなかったわけじゃないですか。何もできてないじゃないですか。で、イスラエルとかさんに対しても何もできてないと。なので、その、国連軍みたいなものがあったら解決するはずだというのは夢幻です。 なので、結局解決するためには僕はアメリカが世界の警察になるしかないんじゃないかなと思うんですよね。で、その、冷戦状態は良くなかったよねっていう表現をする人たちっていうのが、あの時代はいたんですけど、要はそのロシアが、まあソ連がすごく強くて、アメリカも強くて、二大強国で、で、二つの国がその、殴り合いをしたらもう世界中巻き込まれて大変なことになるから、 だからその二大強国は戦争しない方がいいよねというので、どっちも強いというあの時代の方が、実は戦争というのは起きづらかったんじゃないかなと思うんですよね。まあその後そのロシアが弱くなってしまって、でアメリカ一強の時代が来て、でまあ多少平和になるんですけど。うん、なので、あの、その、暴力反対って言っているの、まあ例えばロシアがウクライナに攻めたりとか、そのガザの虐殺を見て暴力反対っていう人はわかるんですよ。ただ、暴力を止めるためにはやはり暴力は必要なんですよ。 なので、その、正しい力っていうのと、その、まあ、正しくない力は暴力なので、正しい力というのは必要だよねっていう。なので、あの、警察は必要だよねとか、自衛隊は必要だよねっていうのは僕基本同じことだと思うんですよね。なので、その、正しくない力を持った人が来た時に、それを止めることができる力というのがない限りは、その、正しくない力を持った人の言いなりになってしまうっていう。なので、あの、こう、力なき正義は無力であるっていうのがあるので。 なので、やっぱりこう、力は必要なんじゃないかなっていう。米軍の犯罪自体は、あの、僕はあ、あの、日米、あの、日米、なんだっけ、なんとか協定を変えれば可能だと思うんですけど、あの、ドイツとかイタリアとかは、米軍の兵隊が犯罪を犯した場合は、ドイツとかイタリアとか、あの、そちら側に確か領事権があるはずで、なので、あの、米軍のその兵隊が犯罪をしましたっていう時も、じゃあドイツでやったんだから、ドイツの裁判所で、あの、判断されますって形になると思うんですけど、なので、日本だけそこの地位協定が弱いんですよね。 なので、その地位協定を変えようぜっていう方向で動くべきで、なので、その、米軍基地をなくそうではないんですよ。僕がその、まあ、あの、日本の偉い人だとすりやろうとして、じゃあ、米兵がそのなんか犯罪をしたとしても、それを裁けないからよくないよね。じゃあ、米軍基地をなくそうではないんです。地位協定を変えようなんです。 で、その米兵が悪いことをしたら日本国内で裁けるようにしよう。なので、平等にしよう。っていうのが僕は答えであって、その、米兵も別になんか、じゃあ、何、何万人もいる米兵の中で犯罪を犯す人っていうのは、そのなんか数パーセント、多分1パーセントもいないと思うんですけど、の中で、で、その1パーセントのおかしな偏在者がいるから、じゃあ米軍基地はいらないは、ちょっと話飛びすぎだと思うんですよね。米軍基地は必要です。でも、あの、悪いことをする米兵は裁けるようにした方がいいと思います。 なので、まあ、あの、暴力というのは、ある種許容をしないと、その、もっと大きなひどいことが起きてしまうんじゃないかなというふうに思っております。はい。どうもどうも、え、ロユキです。今回は、世界情勢とアメリカについて話してきました。結局、アメリカが世界の警察をやめたことで、戦争をやったもんたちみたいになってるんですよね。なので、今後も、まあ、アメリカはこのままだと、またどこかで戦争が起きてしまうんじゃないかなと思うので、 アメリカには世界の警察に戻ってもらった方が平和になるんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。